2枚目の DVD になります。はい、いつも通り前乗りが4日間ぐらい野球を入れまして、なんですけども楽しすぎて2日間ぐらい延泊しました。はい、なので2週間ぐらいに、はい、日本を離れていました。なんだろう、この白のボンテージの衣装といいますか、なんかちょっとだけレスラーっぽいんですけど、なんか私的にはプロレスっぽいんですけど、一応プロレスとして用意されたわけではないです。でも日に焼けてて、これ結構最後の方に撮影したんですけど、どんどん日に焼けちゃうので黒くなっていくので、フィッティングした時よりもこの白が映えてましたね。色合いが変わってきちゃった。変わってました。今回はピザ屋さんのこの格好が私的にもお気に入りなんですけど、ピザ屋さんのバイトをしてる、日本人です。まあもちろんそうですよね。日本人なんですけど、ハワイ在住ですよね。はい、ハワイ永住したいです。したいんですけど、まだグラビア続けたいので、いつかずっとハンバーガー屋さんをやりたいので、ハワイでチーズバーガー屋さんをやりつつ日本に出稼ぎに来る感じで、ピザ屋さんのバイトの途中に抜け出して彼のお家に遊びに行ったり、ピザ持ってきて食べたりしますね。あとはお決まりのダンスシーンも、今回ダンスシーンが2チャプターありまして、いつもより倍踊ってます。ハマってることはなんだろう、ポーカー。ポーカー大丈夫だ。多分大丈夫です。大丈夫です。日本ではカジノはやらないんですけど、旅行行った時にちょっとカジノやったりするんですけど、結構ダンスシーン良かったねって言われることも多いので、これからもダンスシーンを極めていきたいと思います。センタイのチョコは作ったことないです。って言ったで誰か。友達の家で友達と作って友チョコとか、その学生の時好きな人にっていうのあったんですけど、自分の家で一人で作ったことないですね。絶対に買った方が美味しいと思いますね。私は美味しさですね、愛情よりは。いただきます。